久保さん大変ですね <laughs> まあね今日僕もなんかいろいろ買って5万円ぐらい使っちゃったんですけど5万6万ぐらい使っちゃいましたねなんかあの使っちゃいますよねやっぱなんか稼げるようになっても使っちゃうからあんま残んないというか <laughs> 正直あねあの使っちゃいますねうんだから あ稼いだら稼いだで使っちゃうしん、まあ、なかったらね、使えないしっていう話で、だからまあ結局、稼ぎ続けないといけないっていうのは、ジレンマとしてありますよね。うん、稼いでも使うし、で、自分で買い物しなくたとしてもね、ね、水道、光熱費かかるし、そう。だから僕が今意識してるのは、結構ね、やっぱね、入れ替えですね。結局買うので、 あのアップデートするわけですよ。だから、あのこの前も売,売ってきましたけど、まあね、できるだけ売る、売るっていう、このサイクルですね、買ったら売る、買ったら売るっていう、このサイクルをするようにしてます。で、結局、その、ゴミとして捨てないので、まあまあ、もちろんハードオフに持っていくと、そんなにお金は入ってこないですけど、ただそ、そこの期間、使った期間分のレンタルみたいな感じですよね。 捨てるわけじゃなくてハードオフに売り出すので、だから新しいものを常にこう、だからそのレンタルしてるみたいな。新品を買ってるようでレンタルしてるみたいな。<laughs> 僕は今そんな感じですかね。所有してるんだけど、レンタルみたいな感覚ですね。うん。所有してるけど売るから結局レンタルになるみたいな。うん まああとね、まあ来月か再来月か、まあ、今年中にはこ,のこれも売るんでこの,このテーブルも売りますから、うん、そうこれもこれはねちょっとジモティで売りますジモティで1000円ぐらいで売ろうかなと思ってるんですけどで新しいのに入れ替えますそうそうただねその机ともう,もうなんかいろいろと今調べたりとかしてるんですけどそのケースですねであとさ、まあ、ちょっと配置とか いろいろと考えながら。まあでも、年内中にはこれはもう、おさらばっすね、多分うん。な感じで、まあ、入れ替えていくっていうのが僕のあれですね。うん。うじゃないと、なんかもう、たまっていく一方なんで、たまっていく一方なんですよね。買ってたまっていく一方なんで。<laughs> うん。 だからなんで,すか、ね、できるだけのいいなんかそのいいものを買って昔はなんか安いものを買って捨てるみたいな話だったんだけども今はいいものを買っていいものだからまあ売れるからでまた買ってみたいなでこのサイクルをで,な長くしできるだけまあ長くするようにするっていうでももうなんか買う,買うものがなくなってくるんですけどね。うん でもそのパソコンとかは常にアップデートとかね。まあ iPhone も2、3年でアップデート、まあ買い替えとかするじゃないですか。なんでまあ、電化製品はやっぱ買い替えしますよね。うんだモニ。だからそこぐらいですかね。モニターとかもちょっと買い替えたいなとは思ってるんですけど、新しいモニターも買ってみたいな。そう。まあそんな感じですかね。なんか、なんすかね、買い,買い替えるというか、 うーんサイクル、サイクルですね。サイクルさせるっていう <laughs>、うん。結構これ大事だと思うんですよね。い、うん、ってらっしゃい。